次回の更新は7月1日土曜日です。次回の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われたイベントの模様をお伝えします。前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム、次回は言っても無駄ではありませんをお送りします。市政ガイドでは環境保全課から動物と自然を大切にしようをお送りします。また三重大学理事副学長の鶴岡真嗣さんと前橋市長の対談の模様をお送りします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は7月のボートレース2開催日程をお伝えします。6月29日木曜日から7月4日火曜日までの6日間は日本財団海峡杯争奪戦、12日水曜日から17日月曜日祝日までの6日間は津プライドラウンド第1戦目指す全城制覇、津で初優勝、21日金曜日から26日水曜日までの6日間は日本モーターボート選手会会長賞を開催します。これからの津市の未来について一緒に考えてみませんか。津市では津の町未来カフェと題した意見交換会を開催します。カフェで仲間と語り合うような気軽な雰囲気で新しい総合計画やこれからの津市の未来について語り合っていただく場です。誰でも参加でき意見交換を行い、これからの津市の街づくりに生かします。日時は7月22日土曜日午後1時から4時30分までです。場所は市役所本庁舎8階大会議室。参加を希望する方は7月3日月曜日までに電話、ファックスまたは E メールで制作課へお申し込みください。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは空から見た日本をお送りします。今回は鳴門海峡から室戸岬へをお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。優しさがする。